京都ぶらり歴史探訪。次回は最高位の禅寺南禅寺禁断の扉を開く。旅人は俳優の宇梶剛士さん。創建からおよそ700年、京都を代表する禅寺の魅力を体感。絶景かよ、絶景かよ。普段は撮影が許されない南禅寺の内部へ。禁断の扉の先に待っていたのは、迫力ですねこれ。由緒ある寺に立つレンガ造りの水路閣。その歴史と深く関わる南禅寺始まりの場所では、テレビ初公開の貴重な文化財と対面。京都ぶらり歴史探訪、お楽しみに。